皆さんこんにちは、横浜のボブ美容師上村です。今回はネットフリックスで大人気のザ・ボーイフレンドからキャストの方のヘアスタイルについてお話をしていきたいと思います。ザ・ボーイフレンドとは同性に魅力を感じる若い男性たちがプール付きのビーチコテージグリーンルームで同居を始めます。夏の間コーヒートラックを運営し一緒に生活をしながら真実の愛を探すという恋愛リアリティショーになっています。今回注目するキャストさんはシュンさんです。23歳で福岡市出身、アーティスト兼 DJ の方のようです。私はザ・ボーイフレンドちょっとまだ見てないんですけれども、お顔立ちもとってもかっこいいので結構人気なんじゃないですか。早速ヘアスタイルなんですが、もみ上げがすっきりと短くなっているので浅めに2ブロックが入っていますね。2ブロックとは内側を刈り上げて上から被せるようなデザインのことを言います。比較的男性の方に多いカットデザインなんですけども、最近ではショートカットやショートボブを楽しむ女性にも人気のカット技法になります。バリカンなどを使えばご自宅でも簡単にお手入れができますので、すぐに伸びやすい刈り上げなんですけれども、お手入れもしやすいデザインになっています。インスタグラムも拝見しましたが、前髪を下ろしていたり、サイドパート横から流したり、センターパート真ん中で分けていたり、結構アレンジをいろいろされているようです。前髪で少し雰囲気を変えられると気分も変わるのでセットがしやすそうですね。23歳とあり、髪の量もしっかりと感じられる厚みのあるようなデザインなので、普段から髪の量が気になるな、膨らみやすいなという方でも相性がいい髪型かと思います。一見マッシュ系のヘアスタイルにも見えがちなんですけども、浅く段差を入れておくことによって耳にグッと流しやすいと思います。シュンさんは地毛の色かなと染めていないような気もしますが、ブラウン系の髪型からちょっとハイトーンな髪色、あとはハイライトを入れたようなデザインも、こういったヘアスタイルは相性がいいのでカラーリングでも楽しめそうです。比較的年齢も問わず挑戦しやすい髪型かと思いますので、気になる方はぜひ真似をしてみてください。本日も最後まで動画をご覧くださりありがとうございました。他の動画ではザ・ボーイフレンドのキャストさんの髪型についてお話をさせていただいております。気になる方はそちらもチェックしてみてください。この動画が良かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録や高評価、コメントもぜひお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。I remember that I was drunk out of my mind when we kissed for the first time.